姫様、一体何の用でしょうか。わざわざ城の外に呼び出さなくても、呼んでいただければ部屋まで伺いましたのに。随分と神妙な面持ちですね。いつも笑い上戸の姫様には似つかわしくない表情だ。何かあったのですか？まさか、使用人にセクハラされたとか。それとも、新しく雇ったコックの腕が悪かったのでしょうか。何でも申していただければ、下の者には私から伝えておきますよ。私は王子ですから。今やこの城には、私の言うことを聞かない人間などいないのですから。だから何でも。なんだ貴様ら。姫様、これは一体どういうことでしょうか。こいつらは一体誰ですか。まさか。私のことをはめたのですか？何ですか？その髪は。これは、私の出生届。まさか。くそ、話せ！誰に何をしてるのか！貴様らわかってるのか！姫様、違う。これには訳が。話せ。違うんだ。私はスパイなんかじゃない。くそ。姫様。私をどうするおつもりだ。確かに、その紙に書いてあることは事実だ。私はこの国の生まれではない。身分を隠し、この城に紛れ込んだのは紛れもない事実だ。だがしかし、一兵士が、この城の頂点まで登り詰めたのは、私の人徳と実力のなすところ。決して全てが偽りなどではない。姫様、あなたなら分かってくれるはずだ。もう、何年も前から、ずっと一緒にいるではありませんか。あなたの父は、この国の要人を殺害した刑で処刑されている。そんなところまで調べていたと。姫様、今回のあなたには抜かりがないようだ。そうです。私の家系は、代々殺しを生業にしていた。手が早いですね。姫様、この暴力猿どもを少し黙らせていただけませんか。こんなんじゃ、落ち着いて話もできない。私は、姫様とゆっくり話がしたいんだ。ねえ姫様、信じてください。確かに私は初めあなたのことを狙い、恨み、任務を実行することだけを目標に生きてきた。でもそれは昔の話なんだ。今の私は一国の王、民を愛し
あなたを愛している一国の王なんだ。それから私は何度も何度も大柄な男どもに殴られた。意識をたびたびなくし、気づいた頃には目元を隠され、手を後ろで縛られた状態で、どこかもわからぬ場所を歩いていた。おいおい、一体どこまで歩かせるつもりだ。せめて、この目隠しは外してくれないか。しかとか。昨日までの王子としての日々が、まるで懐かしいですね。地下深くの牢に入れて拷問する気でしょうが、無駄ですよ。私は何も吐かないし、何も吐けない。さっき話したことが全てだからだ。わかるか？姫様！姫様も近くにいらっしゃるのですか？いるなら返事をしていただきたい。姫様、わかりますよ。返事をしなくても。足音に混じって、一人だけハイヒールの音が聞こえる。歩幅は小さく、両脇には歩幅の広い大柄な男性が二人。護衛でしょうか。姫様がそこにいることはわかっています。返事はしなくていい。でも、これだけは信じてほしい。私はあなたを愛していた。殺さなかったんじゃない。殺せなかったんだ。あなたのことを本気で愛してしまったから。ようやく目隠しを外していただけましたか。やれやれ、もう太陽の下には出れそうもありませんね。これは驚いた。まさか姫様と差しとは。どういった風の吹き回しですか。それに、なぜ泣いていらっしゃるのですか。あなたのことを信じていたからか。私はあなたのことを心から幸せにしたいと願っていた。本当ですよ。ただ一つだけ、生まれた場所と育った環境が悪かった。それだけなんです。姫様、私をここから出してください。私はあなたを裏切らない。あなたのために尽くせるのであれば、王の地位もいらない。使用人でも雑用でも奴隷でも構わない。外であなたのお役に立ちたいのです。信じてください。私と過ごした日々をお忘れですか？あなたと過ごした、あの輝かしい日々に偽りなどあるものか？え？そうです。そのまま私の手錠を外して。ありがとう。そうだ、あなたはそれでいいんです。これで、あなたを抱きしめることができる。よし、その足かせで最後、
大丈夫。大丈夫です。また一緒に城で幸せな日々を送れますよ。はい。よし。外れた。ありがとう、姫様。これで私は自由の身だ。ありがとう、姫様。本当にありがとう。ああ、本当に姫様がバカでよかったよ。喋るな。護衛に気づかれるだろ。信じてたのに。ありがとう、信じてくれて。間抜けなお嬢様。言ったろ、俺は生まれた場所と育った環境が悪かった。姫様に一ついいことを教えといてやるよ。人はそう簡単には変わらない。さ、身分がバレた以上、これ以上この国にはいられない。姫様、あんたを人質にしてこの国を出る。さあ、楽しい楽しい旅の始まりだ。愛する姫様と一緒にいられることを、心から幸せに思いますよ。そう泣かないでくださいよ。厳しい旅はまだまだ始まってないんですから。あまりにも簡単に絶望した表情をされてしまうと、泣かせがいがないじゃないですか。